アンティックスはデビアンが安定版をベースとした Linux ディストリビューションである。このディストリビューションは動作が比較的軽量であるため仕様の古くなったコンピュータでの利用に適している。しかも APT とデビアン互換のリポジトリを利用したアップデート及び最新の Linux カーネルとアプリケーションを提供する。バージョン19より シスビニットおよびラニットの2つのイニットシステムのフレーバーが追加された。タトゥーン TWN-5213CU で利用されるアンティックスバージョン15キラー P、アンティックスには IA-32 よび X86 から64の2つのアーキテクチャ向けが用意されており、さらにそのそれぞれに対し以下の3種類のバージョンが存在する。 2014年にはこれら3つのバージョンに2014年にメピスコミュニティと協力して開発されたアンティックス MX が加わえられた。アンティックス MX はデフォルトのデスクトップ環境にズフ s を使用しており、デビアンは安定版を直接ベースにしているためにとりわけ安定性が高く、中規模のフットプリントから堅実なパフォーマンスを発揮した。 2016年11月より、ジストロウォッチでは、アンティックス MX は MXLinux として、一個の独立したディストリビューションとして、リストアップされるようになった。アンティックスは、もともとは Mepis をベースとした Linux ディストリビューションの一つで、Mepis はデビアが安定版のディストリビューションをベースとしていた。当初のアンティックスは Mepis KDE デスクトップ環境を、 フラックスボックスと ICM ムウィンドウマネージャーに置き換えたもので古くてあまりパワーのない X86 ベースのシステムに適するものとして開発された。デビアンとは異なりアンティックスはシステム D フリーである。ありがとうございます。